これは私がいつもよく回転寿司屋の話なんですかね。その回転寿司屋は不思議なことに、回転寿司屋なのに、まあ、マグロに関しては、もう回ってくるのを見たことがないんですよね。頼まないと来ないんですよね。それで、サーモンもそうなんですよ。ほとんど時間帯によっては出てくる時もあるんですが、基本的になかなか出てこないんですよね。6時頃に行くとですね、それなりにあるらしいんですけど、それでもちょっと遅れるとね、そんなにお客さんの数変わらないんだけど、出てこないんですよね。なんでかなと思うんですけどね。で、頼んでみると、出てきだしたりするんですよね。まあ、そこはその日本のくら寿司と違って、まあ、くら寿司だと頼むと、注文品とかって書いてもこう回ってくるからいいんですけどね。そこは頼むと人が持ってくるから、もう回転寿司じゃなくなっちゃうから、あんま頼みたくないので、ずっと基本的に待ってるんですけどね。横にいる友人も、与田さん、出ますかね？出ますかね？って言うんですけど、そんな簡単には出てこないんですよね。それ仕方がないから、結局は頼むんですけど、なぜか出てこない。この店、日本にありますかね？